名曲スタンドバイミーが僕の耳にはこう聞こえています。デブの空耳スタンドバイミー。シーズンでみんなに歌ってほしいんだよ。なるほどね。こう歌うまく歌うコツとかあるの？あるやっぱり。例えばみんなにこれ忘年会で歌ってもらうときに、こうしたらもっとうまくなるよみたいな。やっぱり溜めた方がいいね。溜める。普通は曲のこう出だしで歌うでしょ。ああはいはいはい。例えばね。あ、歌手とかライブになるとちょっと溜めたり、そう、色つけたりするもんね。最初だったら、まあ、今回で言うと、うん、エビフライ。
うん、ハムカーツハムカーツ、うんうん、ハムカーツなかなか言わないわ、うんうん、ちょっと食べるわ、いいじゃん、え食べる、食べるわ、いいの、まずここはどうしたらいいの、このイントロの部分は、イントロの部分は知らない俺関係ないからイントロはさ雰囲気出す感じ、雰囲気あるわけね、うん、しようとして収益の話になると急に収益の話、うちで使ってるハードディスクがちょっと昔のものでして、ちょっとあの結婚もしてるもんですから、奥さんの撮りたい番組にはパンパンになってまして、めちゃめちゃ悪いアイドルみたいだよ、ほらダメよ、こんなブログに欲しいもん書くアイドルじゃん、もうあのアマゾンの欲しいものリストの方もブログの方にちゃんと書いておきますんで、そちらもブログやってねえじゃん、もう事務所的にはお金は受け取れないんですけど、クオカードだとか図書券とかそういったものは大丈夫です、やらしい、はい、終わり、はい、はい、またチャンネル登録お願いします、お願いします、ありがとうございました。